村健二昨年5月に米ロサンゼルスに移住したタレント田村健二51が4日までに配信されたお笑いコンビテンダラー浜本博明50の YouTube チャンネルテンダラー浜本のゆるくヴィンテージカーライフに出演し愛車を公開した。テンダラーはコンビ結成30周年ライブのためにロサンゼルスを訪問。約束の場に現れたタム犬の愛車を見るなり、浜本は、でっか、かっこええ、と驚嘆。田村は、アメリカ来たら、絶対にピックアップトラック乗るって決めてたんよ。ワンサイズ下に乗ろうと思ったけど、これ見てもうて、もうこれしかないわって、と GMC、シエラ、ディーゼルタイプを紹介した。浜本が、実際運転してて、小回りが効かへんから、めんどくさいとかは?と聞くと、裏道って言うてもでかいから、全然裏道じゃないんだよ。日本で言ったら、ほんま国道みたいなのがもう全部、小道がないもんと説明。最初は長いから長いのが大変だったけど慣れたら、大丈夫と語った。